うららチャンネル。こんばんは。今日もうららチャンネルに来てくれてありがとうございます。ところで君、いい笑顔してんね。何、今日なんかいいことあった？あ、そうなの？他には何かいいことあった？あ、そうなんだ。だからそんないい笑顔なんだ。素晴らしい。Yes, you are good. Yes, you are good. Yes, I'm good. なんかね、耳かき、そんなにたくさんやるはずじゃなかったんだけど、なんか気がついたらシリーズみたいになってきてるね。どうもありがとう。ちょっと待ってね。じゃあ今日も静かな耳かきをやろうかな。この間の動画でさ、うちのやんちゃ娘がロックバンドやっててさ、ギターやってるんだけど、あのワンオクのザ・ビギニングのカバー、女の子4人バンドなんだけどさ、かなり上手くなったね。今ここ2年生なんだけど、もう1年の時から軽音部でバンド活動してて、でね、俺も若い頃バンドやっててさ、まあ結構スタジオ練習ではさ、やっぱいろんなバンドのコピー曲とかやっててね、ラウドネスとかアナーキーとかオードボーズとか、まあ知ってる人も知らない人もいるだろうけど、でライブの時はね、俺いつもオリジナル曲をやってたのね。でまあ基本的に俺ボーカルなんだけど、曲も、まあ、全部自分で書いちゃうんだけどさ、それはね、困ったことにね、ジャンルが一定しない性格でさ、ハードロックっぽかったりパンクロックっぽかったりフォークソングだったりブルースだったり、でそれをバンドの、まあ4人いたんだけどさ、同じメンバーで一つのライブなのに、なんかいくつもジャンルが出てきちゃうみたいなさ
全部自分でデモテープ作って、でそのギターソロとかバッキングとかも全部自分で決めちゃって、でメンバーにデモテープ配渡してこうやってねとか言ってさ、デモテープ渡して、わがままだよね。結局ほら全部自分で作っちゃうからさ、やっぱり周りはあんま面白くなかったんじゃないかな。でも結構長くやってたけど、なんで今でもメンバーにものすごく感謝してる。そんでさ、一番え？うるさい。そうか、またしゃべりすぎだ。でもしゃべるよ。バンドの話してたんだよね。そう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 。そんでその昔作った曲を今度新しいアカウント作って出そうかなって。まあフォークソングの方はひらがなのうららチャンネルの方にちょっと出してんだけど、ほとんどアクセスないね。でひらがなのうららチャンネルの方はほとんどが9割がサインボールだから、最初はねメインチャンネルでずっとサインボール撮ってたんだけど、今は ASMR が多くなってたね。そう、それでね、あの俺が昔通ってたスタジオにさ、今は娘が通ってんだよね。だからなんていうのかな、スタジオの雰囲気とか全部わかるじゃない。それでね、Aスター、Bスターとかさ、Bスターの方が使いやすいよねとかさ、こう今でも娘とこう気軽に会話できるっていうのは本当に親父としてありがてえなって思うね。そうそうだね。バンドやってた時っていうのはね、こんな感じだったんだよね。俺痩せてんね。でバンドライブハウスのやつ、これお客さん映ってるけど俺はよく見えないね、これね。なんてこったい。あとはこれはもうなんだ、黒づくしみたいなね。痩せてんね。もう一回痩せよう、決めた。でなんか派手なシャツ着てるよ。でなんか知んないけどさ、この頃はね、あの太ももにこのシール、バックステージパスっていうんだけどさ、これ貼るのが好きでね。あれ？これは
18歳の頃か。これ見える？髪の毛緑。これでね、普通に街歩いてたんだからね、大バカね。しょうもないな。でね、YouTube でコメントをもらってさ、イケボイスとか言われた時に、めっちゃ嬉しくてね、すごい声にコンプレックスあって、俺小学校の時にね、いろんな人にね、ひどい声って言われたんだよね。なんていうのかな、本当にハスキーボイスで、小学校から なんていうんだろう、この声のままじゃないんだけど、声変わり？やべ。声変わりさ、してないんだよ。だから、喉仏がないでしょ。だから、小学の頃ハスキーボイスで、で、それがそのまんま、ちょっと太くなっただけっていうか、だから声を褒めてもらえると本当に嬉しい。どうもありがとうございます。変化みたい。本当に喋りすぎだね今日ね。ごめんね。そうするとさ、こう、もし嫌なことがあったとしても、その取っかかりがさ、どんないいことあったということだから、すごくね、いいことを連想しやすいんだよね。だから仮に嫌なことがあったとしても、いいことを見つけるとさ、いいことって連想しやすいじゃない。まあ、どっちかっていうとさ、ポジティブだ、ネガティブだって言うけど、ここではいいこと、悪いことにするけどさ、悪いことだってね、人は基本的には自動的に連想しちゃうんだよね。だから、息子をあえて言葉で誘導してあげるっていうか、どんないいことあったって、たまにあるよ、いいことなんかなかったよって。本当？って聞くとね、ってしばらく考えて、あ、そういえばばあばにアイスもらったとかさ、あ、そうなんだ、すげえじゃん、よかったじゃん、って明るい話に変わったりさ。でもね、ちゃんと嫌なことあった時は嫌なことを聞くようにしてるよ。友達と喧嘩したとかさ。でも喧嘩したことでね、もしかしたら良くなるかもしれないよっていう話をしたり、脱力状態とリラックス状態って似てるけど、ちょっと違うね。
でもこの部屋では本当にいい意味のリラックス。うん、だって笑顔じゃん。今日喋りすぎちゃったからさ、最後は綿棒だ。めちゃくちゃ綺麗になった、うん、リラックスできたかな。でこれ最後までこれ聞いてくれた人っていうか見てくれた人いるかな。あの本当に見てくれてたら本当にどうもありがとう。でもしこの動画でリラックスできたよって言ってくれた人がいるとしたら、それは僕じゃなくて君自身がリラックスしたんだね。本当のリラックスって人から与えられるものじゃなくて自分自身が感じるものだからね。今日も来てくれてありがとうね。本当にありがとう。また会いましょう。今日は全部日本語だったな。じゃあね。良い夢を。おやすみ。